さらばのこの本誰が書いとんねん。さあ、この番組は世の中を日で変わった内容の本誰が書いとんねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組でございます。はい、はい、本日はどちらからでしょうか。今回は創業91年静岡県静岡市にある万栄堂さんです。おー、年季入ってるね。2階は何やあれ。2階はあれは槍部屋の可能性ある。ヤンキーの槍部屋の可能性があるぞ。まあ1階普通の本屋さんですけど、まあ確かに2階は、うん、あ、全然槍部屋じゃなかった。楽しそうやね。あれ、ライブハウス。え、ライブハウス。大丈夫か防音これ。まあ音楽以外にも、まあ、お笑いライブとかやること可能なんですけど、はいはいはい、基本投げ銭らしいので収容人数がマックス30人。30で満席、これだけなし、はい、取らないんや。で、え、投げ銭のお金はどうなるんですか。もらえるみたいな。もう全部。いや、行こうかな。な、何をしてはんの。30人投げ銭でしょ。投げ銭やから。もうちょっと稼げる方法あるで。ふと客ばっかり集めりゃ。お前全然なんとでもなるやろ。いやいや、はい、で今週の本が、はい、下にありますから。国税局査察部24時。あれ、ね、我々の敵ですよね。敵というとお前まずいぞ。そんなニックキー相手に。いやいや、プチ入られてるから、ね、2回な国税、うん、一回し、あ、知ってた？知ってた。あ、言ったっけ。まあ、めちゃくちゃクリーン終わりましたけどね。いやいや、ドキドキはしましたけどね。めちゃくちゃクリーンに終わりましたから、はい、こんにちは。はい、はい、元国税査察官、はい、先ほど敵と言われましたが、はい、上田二郎と申します。上田さん、よろしくお願いします。お願いします。何か後ろめたいことがあるわけではない。私がですか、はいはい、これはなぜ変装されてるんですか。自分の手掛けた人で逮捕されてる人もいます、はいはい、うん、あ、いるんや。今更ね、テレビに出てなんか喋ってると恨まれること、うん、まあそうか、いろいろ素性が分かっちゃうってことですよね。、はい、え、今はもう辞められてはるんですか。辞めてます、はい、もう何年ぐらい前。15年経ちますね、うん、これもともとマルサっていうのは何の略なんですか。これは国税局査察部の、はい、まあ昔は隠語だったんですが、うん、はい、査察というとやっぱり警戒されるんで、うん、まあ、はい、佐藤やってたんですが、それは一般的になったってことですか。だからまあよくああいう期間って丸棒とか、うん、そこから来てるんだ。なんか丸をつけますよね、うん、はいはいはい、そこから来てんだと思います。ああ、そうなんや。伊丹十三監督で有名になっちゃって、うん、はいはいはい、丸さんが丸さんという話を使えなくなったっていうのが、あ、そうか、あれで有名になりすぎて、マルサという言葉が隠語じゃなくなったんや。隠語じゃなくなった。いい迷惑ですね。でもやっぱりマルサを有名にしてくれたのは監督なんで、はいはいはい、それはそれでやっぱりそのそこはやっぱり、はいはい、サース感としては感謝してるところが、だからあの映画自体が抑止力になった部分はあるってことですか。悪いことしたらこうなるぞっていう。それもありますね、うんうん、それ以上に影の存在として、うん、はいはいはい、それでも、うん、安月給で頑張って。いろいろ思いはることは俺たちの存在を明らかにしてくれたのが伊丹監督だっていう。自分たちは正義のためにやってるつもりですよ。表に出してくれたことには感謝はあるとですか。でも一般の人からすれば、うん、サラリーマンなんてみんな、うん、適切に税金払ってる話なんで、はい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 、そうすると、うん、脱税してる人は、うん、公平ではないわけ、はい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 、だから本当はもう少しサラリーマンから応援があっても、はい、ああ、元応援の声は欲しいわけですよ。ですね、承認欲求高めやな。こんな変装してんのに。悪いわな。ああ、だからもっとマルサというものはその悪いあれじゃないんだよっていうことですよね。そうですね、まあ、少なくとも悪いことをしてるとは自分たちは思ってる、ね、国のためにやってるんだよっていうことですもんね、はいはい、マルサの本ってあんまり見かけない気はするんですけど、これってなんかやっぱややこしいことであったりするんですか。これ書いていいんですか、その実情というか。批判はいっぱい受けましたね。なんでそんな無茶すんだよ。そもそも国税職員には2つの守秘義務があります、はい、1つは国家公務員としての守秘義務、はい、あと国税通則法で調査で知り得た秘密は外に出しちゃいけないよって、うん、めっちゃ喋ってるやん。いますだから他の人は書かないんです。でもそんなことで知ってもらいたかったってことですね、マルさんの活躍を。もったいないじゃないですか。承認欲求すごいのよ。いやいや、みんなのためや。だから後輩たちのためですから。一番ルールを逸脱してますから。
マグさんになるにはまず国税局を受けると。そうですね、国税専門官もしくは、うん、税務という資格で国家公務員になって、はい、そこの中から、うん、まあ選ばれて、あ、結構じゃあマルさんに入るとそいつらは優秀やみたいな、しつこくて元気なの、しつこくて元気なやつが選ばれるな。なんか精子みたいです。何やっからんけど。宇田さんは何年ぐらいマルさんにいたんですか。17年。17年いて、はあ、そういえばマルさんに入りたくなったっていう時は、うん、ご自身の中ではやっぱあこれやったぞっていう感じなんですかね。税務署に入ると一番いいところは、うん、いろんな税法の勉強ができます。まあ、いずれ今税理士もやってますけど、その時にはとても役に立つんで、はいはいはい、でこうあいろんな経験を、そうか、経験と勉強になんねや、はいはいはい、それに対して丸さは元気としつこさだけなんいやそんなことない、元気としつこさしか備わらないですよ、ね、元気はどうやって備わんねん。税理士になって役立ったことがない。そんなにですか。そもそもどういう感じで、あここ怪しいなとか、うん、この企業というか、まあ、この個人もそうですけども、うん、国税局に入ってくる脱税情報、うん、新聞雑誌、うん、はいはいはい、繁華街を徘徊して儲かってそうな店を見て、あはあ、そういうこともやるんですね。それが基本です、内定犯は。これはやっぱ結局その査察っていうのはどっか脱税してないかっていう目でずっと常に見てるってことですか。ずっと。だから俺らみたいにたまにねテレビで売り上げ言う時あるんですよ、言ったら、年商みたいな、はい、ああいうのは、見た時にあ怪しいなとか、怪しいなというか、うん、どっかの査察官が必ずチェックしてメモしてますね。いやそう、俺らもだから年商何億みたいな言い出した時に来たもん、やっぱり、うん、その話と申告が違ってるかどうかすぐ比べれば分かるってことですね、はいはい、まあ、どっちが本当かって話です、はあ、言ったことが本当なのか、はあ、あはいはいはい、でもこれはテレビやからちょっと多めに言ってたりとか、まあ、もちろんもちろんもうあるじゃないですか、ありますよね、ああああ、でその確認もあるとしてるんやだからその言っていいことなんか何もないのよ、売り上げとか。で街歩いて、あここ行列できてるなと思ったら、ちょっとそれはおここはちょっとメモしとこう、ラーメン屋とか一蘭とかある程度は確認します。ここ儲かってんなと思ったら、どんな申告してるんだろうから始まるんです。はいはいはい、頭の中で計算ができます。はい、まあ、訓練されてるんで、これだけの行列が並んでれば、うん、ラーメン一杯いくらだって、はいはい、1日の年商が分かる、はい、稼働日数かければ頭の中でこのくらいの売り上げがなきゃおかしいねっつうのはあ、そうか、訓練されてるんで。あ訓練されてる、怖いなその訓練。芸能人でも帯とかやってたら危ないよね。帯、その帯番組や、川島さんとか、ラビット、うん、まあ大体これぐらいだな、で、稼働がこれぐらいだなとかね、訓練されてますもんね。いや、そうやって芸能人分かるかと思う。芸能人は普通振り込みで、うん、減税徴収されて入ってくるじゃないですか、はい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 、だからあんまりターゲットにはならない。芸能人はあんまターゲットにならない。どっちかというと経費の問題。あそういうことね、経費にいろんなのつけ込んだり、はい、これは経費になるよならないよっていうのは査察の問題じゃない、あそれは査察じゃないんや。へ、税務調査の話、査察は売上を抜いたり、はい、架空の経費を立てて外注費を払ったり、はもっと悪質、高額悪質が国税の、そういうことね、あの、のターゲットなんで。じゃあもう上田さんとかが、あ、ここ怪しい、ここ睨んだってなったら、うん、どれぐらいの確率でやっぱやってるんですか。いやいや、外れがほとんどですよ。ああ、そうですか。まあ、ほとんど外れです。内定段階ではですよ。はいはいはい、洗って、あ、ダメ、洗ってダメ、洗ってダメばっかり。うん、それはダメな時って、言ったら国にとってはいいことしてるわけじゃないですか。あ、というか、査察の規模にならないということです。査察が狙うほどの悪質だ、うん、大口ではないという。あ、そういうことか。それってその場合ってどうするんですか。税務署に通報する。ああ、そっちから、これ税務署でやってねって、はあはあ、で追徴課税来たりとか、はい、ああそういうことね。こんなのちょっとおかしいかもしれないから洗ってみればって言って、はいはいはい、せっかく、ね、ある程度洗うともったいないじゃないですか。ああそうか過去どうですか、宇田さんが目の当たりにして、うん、うわこんなにやってたんかって、黒やったんかっていう事象はありました、うん、まあ、現金10億出てきた事案。10億は現金出てきたんですか。出てきましたね。ほう、どこに隠してたんですか。美術品を隠すような倉庫でしたね。へー、あのそれってどういう内定調査でそこまでたどり着くもんなんですか。これはね、私の事案じゃないんですけど、先輩のやった事案なんですけど、
東京の会社なんですけど博多でいっぱい変なお金が出てたんで、おうおう、きっと博多になんか隠してる金があるから、そしたらやっぱ東京で強制調査をかけたら、うん、場所が分かって鍵が見つかって、はい、令状を取って踏み込む、はそう、技術品の倉庫ですよね、あのケビンさんがいてセキュリティがしっかりしてて普通じゃ入れないような、だから冷房も効いてるわけです、技術品の倉庫、中にあのゴム止めの現金って言って、うん、輪ゴムで止めた、はい、現金が、はあ、それも良くない金ですか、何なんですか、もうあの普通帯封がついてるお金は、うん、はい、銀行から下ろしたお金だから、ゴム止めってのは大体売り上げ抜いた金だなって、うん、あ、なるほど、我々は思ってる金です、ああ、これは抜いたらバレます、いや、そらそうやどうなんですか、いやでもバレへんやろ、そのゴム止めしてたら元が分からへんから、でもそんなんするやついないですもんね、いないいないのよ、丸さんに、だからこう今こうなってる可能性もある悪いことしたやつはやっぱ銀行に預けないと、預けない、あ、やっぱそっからバレるってことですよね、預けないことが多いです、ね、うん、やっぱ通帳って見えてるもんなんですか、その丸さからすると調査すればすぐ出てくるんや、やっぱりだからそう隠されへんとか、ね、だからそう隠されへんよ、お前だから気ぃつけろよマジで、手やで、お前はもう一人で直の営業行ってたぐらいの男やで、あ、おった本当に税金だけ納めてるよね、税金だけ納めてね、今今サングラスの中の目が光りましたねそんなのちっちゃいからな、これってなんかあれなんですか、やっぱノルマというかはあるんですか、あるといえばある、あの要は張り込み尾行でターゲットを捕まえるのに大体1年とか1年半ぐらいのスパンで追っかけていくんですよ、そうすると年間1年間で1件答えを出せてたって出ない、そんなかかんねや、同時に何個か走らせてるんですか、同時にもちろん何個か走ってるけど、ハズレがいっぱいなんで、うん、ほぼ外れていくんで、それ焦ってくるんですか、それもちろんもちろんいやでも国にとってはいいことですからね、別にそれは、まあ、まあそうですけど、収めてるという、自分たちにしてみりゃ5人で動いてると5人の年収いくらのなのよと足すと、まあ、結構な年収になりますわ、ね、はい、そうすると1年間で1個も答え出さないとドボンと言われて、給料泥棒って平気で言いますからね、あ、その上の人は言います、あ言われてきたんですか、それは言われてきました、ノルマクリアしない時は言われてきたんや、14年内定してましたけど、うん、10件ぐらい捕まえてるんで 3年で2件ぐらいのペース、そういうもんなんやな、そんなもんなんや、だからドボンする時はもちろんあるわけですよ、はい、精神的に相当追い詰められました頼む脱税しててくれってことですもんね2年間ドボンすると人事に評価は響かないわけがない、はいはいはい、でもそれはなんかもう言えないもんですか、いや結局2年間でこんなゼロやねんから脱税なんてみんなしてないんじゃないですか捕まえてるやつは捕まえてるよそでおるからって、ね、何を言ったってお前の腕が悪いんだろうって思っちゃう、ああ。